からくり学登山校行きます。韓国って書いてるんですけど、からくりだけですね。なんか今回火山ガスが出る山らしいですね。あそこが多分山頂ですね。現在の時刻が7時42分ぐらい、7時45分。登山の装備がちょっといまいちなんだけど、綺麗ですね。火山ガス発生中。この火山ガスが危険らしくて、吸い込むと石がボロとして飛ぶらしいですね。あの世に。よく考えたら僕は無職でした。何やってんだろうね、何やってんだろう俺。こんな今日平日なんですけど、平日の朝っぱらから無職が登山してるっていう。こんなやつ他にいないでしょ。今の俺の状況、からくり岳登ってる無職、あと他に何がある、仕事できない、医者から発達障害の疑いがあると、発達障害の可能性あり、そうだ、あと絵描きですね。唯一差別化できてる気がする。この絵を描いてるおかげで無職と、無職がこんな山登りながら絵描きっていうチャンネルもなかなかない気がするわ。何これ。あ、登山届。そんなんないんけどな。どこにある。ちょっとここにあるのか。これか。ちょっと後ろの人の分も出しておきます。後ろ3、4人ぐらいいるわ。出しとくか。一緒に。
スズメバチの音がする。前にいた会社の話結構いろいろしたけど、実はですね、ちょっと疲れた。喋りながらだとちょっと疲れる。すごいっすね、あれが全部ガスみたいですね。火山ガス。あっちなんか真横に木が切り取られてる感じするけど、あれなんだろうな。いやすげえな、あれを吸ったら死ぬのか死ねるのか、あれ吸ったら。あとちょっとこっから見えるかな、湖がありますね。多分もうちょっと登れば見えると思う。登るか。あ、そうそう、思い出した、あの前働いてた会社の椅子事件の話しとったわ。実はあれまたちょっと続きがあってさ、あの町の本人なんか教室やってんだよね。何の教室までか知らんけど、スクール会話みたいなやってるらしいんだけど、まあ、具体的に何してるかは知らないんだけど、まあ要するに人に物を教えることをしてるってことですよね。椅子をどうこうっていうのが別に大した問題じゃないんですよ、僕の中では。それをしてる人間が人に物を教える立場に立ってるっていうね、それが何だかちょっと僕はゾッとしましたね。だってよくよく考えたらさ、それはね、いじめなくならんわな。それはいじめはなくなりませんよ、そんな人に物を教える人間がそんなことしてたら。でも本人はね、気づいてないんだよね。まあ自分のやってることはやっぱり正しいと思っちゃうのが人間なんでしょうね。やっぱ過大評価しがちなところがあるのかもしれないですね。そういうやつは全員山登れや、山登って清めろと。そうそう、登っても意味ないから、危ないだけだからね。まあまだここのからくりだけはかなり登りやすいけど、あの火山ガスがこっちに風が吹いてきたらめちゃくちゃ怖いですね。ていうかいつまで続くのこの地獄一は。この岩の無限スクワットはちょっといつまで続くんこれ。みんなこうやって岩を登るみたいにストレス溜めて働いてるのかね。多分大多数の人間はそうだよな。そうやって身削ってストレス溜めて幸福度を下げてたら、なんか元も子もない気もするんだけどね。うわ、あれか、多分あれが頂上じゃない、あんな登んのか。なんか土の色が変わってきた気がする。一緒か。あ、でもなんかちょっと赤茶色っぽくなってきたな、気のせいかな。最初の下の方は茶色だった気がするけど、道が分かれてる、道分かれてんじゃん。こっちか、こっちですね。あ、涼しい。ここまで登ってくると、いつも声もガラガラやな。ここまで登ってくると涼しいですね。さっき看板があったんだけど3号目らしいの。半分も言われてもな、あともうちょっとな、まだまだ半分もいってない。うわ、岩だらけやん、岩の無限地獄だな。
うわ赤いな、ガスの影響からかやっぱ赤いっすね。森の匂いは全然しないな。どっちかっていうと今更なんだけど、なんかアンモニア臭というか、やっぱ硫黄とアンモニアって一緒だっけ。まあとにかく刺激臭が強いっすね。あんまり森の香りは感じる余裕がないわ。よう考えたらあれだな、地震起きて岩が落石する可能性もあるね。よう考えたら、まあ、特に規制は何もなかったから大丈夫でしょう。にしても平日だからやっぱ人が少ないな。めっちゃ少ない。話しやすいけど、何かあった時はまずいですけどね。ちょっとまだ続くのかよ、まだ続くのかよこれ。だいぶ開けてきた。僕が考えていること、それはですね、仕事嫌だなって思ってます。そうなんですよね、結局人間関係が結構ねしんどいから、どれだけ社会人ぶっても結局人ですからね。どこまで行っても人は人って感じで、あれですか3つ、はい、薬師池らしいんですけど、それとその右側に、あ、ありますね、その下に、その黙々のちょうど裏に、あ、本当だ、あの BS で、はい、BS 朝日で、はい、なんかそこに山があるからって番組はなんか水曜日に10時半ぐらいやってるんですけど、はい、であの本庄まなみと金子、はい、高田氏がいろんな山を登っているんですけど、はい、なんかその今年の冬に、はい、ここから本庄まなみが登ってきて、はい、裏側から金子高田氏が登ってきて、はい、でこっちが一緒に降りてったんですけど、はい、その時はもう冬やってガスってでも何も見えんかったんですよ。へで言ってたけど、なんか今日まだ見えますね。ここの、地形は要するに火山の地形の大体の全ての地形を見れるっつって、はい、あ、そうなんですね。頂上火口湖とか、はい、へ、爆裂火口とか、はい、名前がすごいですね。爆裂火口っていうのはですね、トップからのボーンといって、はい、その山体の頂上部分がある程度こう吹っ飛んでる状態の、あ、へ、火口でゴソーってこう、はい、あ、えぐれてるんですか。 よくあるこう火口の絵でこう頂上がボコーンってえげてるじゃないですか、はい、あ、はいはい、あ、普通火山って、はい、あのトップから必ず吹き出すわけじゃなくて、横からボーンっていったり、はい、へ、斜めから吹いたり、はい、亀裂が入ってそこからボーンって出るんですけど、はい、爆裂火口っていうのはもうトップが結局、あ、なるほど、カーンといって、はい、その頂上部分があって大きくゴソーってもうこうなって、はい、ドーンとこう、はい、あの、だから爆裂なんですね。だけど結構ここもそれもそうやし、その昨日の高町の峰っていうところもなんか、はい、そんなやったし、岩乗っけていくか。みんなこれなんでこれするん、誰が始めたこんな、ちょっと乗っけとくか。はい、さっきのおじちゃんがですね、結構いろいろ話してくれて、それ良かったんだけど、バッテリーめっちゃ使ってたわ、びっくりした。ちょっと下山まで持ってほしいんですけど、またこういう系か、
さっき途中で話終わってたな。どこまで話したっけ。社会人がなんたらって話してたな。社会人ってやっぱちょっとおかしいのかもしれないですね。社会人っていう生き方、果たして正しいんですかね。岩の色がまた変わってる。変わってますね。疲れた。めっちゃ冷たい。このこっち影なんですけど、影の部分めっちゃ冷たい。ひんやりするな。うわ、すげえ。至る所に池がいっぱいありますね。あそこにもある。すげえ綺麗。コバルトではないな。そこまで青ではないか。目の前の池、むちゃくちゃでかいな。一番でかいんじゃねえの。めっちゃでかいな、あの池。頂上まで残り2号か。もうちょいっすね。すごすぎるわ。肉眼で見た方がいいわ絶対。こんなカメラ越しじゃ到底味わえないっすよ。ベンチめっちゃあんじゃん。めまいがするな、これ。めちゃくちゃ怖え。ちょっと待って、ここ
やばい、地震が来たらやばい。ちょっとこっちで休憩しよう。死ぬ、これはやばい、これはやばい。で、人歩いてんだけど、あんなところ見える、これ人歩いてる。待て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 、人歩いてんだけど、あそこちょっと頭いっちゃってんじゃないの。興奮しすぎてやばい。ちょっと休もう。休もう。よし、休憩したんで帰ります。財布どうしたっけ。財布多分車に忘れてきましたね。よいしょ、帰ります。いや、すごいいいとこだった。いや、なんか登るまでが地獄だったけど、やっぱ登った後って気持ちいいっすね。気持ちいいな、達成感が充実してますね。なんかあと悩みが吹っ飛びますね。そうなんだよね、悩みが吹っ飛ぶんだよね、こういうことしてると。ちょっと帰りながら考えてたんですけど、俺にできる仕事って何ですかね。まあ正社員はとりあえず置いといてよ。とりあえず正社員は置いといて、俺にできる仕事何ですかね。びっくりした、人がいたかと思った。あ、めちゃめちゃいるじゃん。めっちゃ来た。家族で来とったな。ああいうのを見るたびにちょっと微笑ましくなりますね。そういう年齢になってしまったな俺も。動画投稿してからもう長年経ってますから、そっち側になった年齢だな。僕には一生無縁なイベントですね。家族、自分の子供と山登るなんてのはないな。もう今自分の仕事で手一杯だからね。あ、違う、仕事してねえわ。仕事まずしてないわ。仕事探す段階で苦労してる。そうそう、仕事の話してたんだよな、何が向いてるか。なんかやっぱあのチームワーク求められる仕事向いてないのかもしれん。いや、大きい会社とかだったら別よ。大企業とかだったら余裕があるからね。危ね、大企業は人が多い分
やっぱいろいろ円滑にまだ回しやすいと思うんですよ。中小いくつか回ったけど余裕がないんだよね。中小は人が少ないから、まあそんな余裕がないのに、これから日本の会社ってどうなるんですかね。外国になんか負けてるとかって聞くよね。このままさらにしぼんでいくのかね。っていうかさ、喉がすごい今日イガイガしてるんですよ。なんか枯れてるってのもあるんだけど、なんかイガイガしてて、これもしかしてあれかな、火山ガスの影響がちょっとあんのかね、知らないですけど。絵を売ってボーナス、収益稼いでボーナス、そっちで考えるか。しまった、頂上でポカリスエット一緒に撮るの忘れてたわ。いや絶対映えるだろう、あのブルーとポカリスエットの青。くっそ、撮ればよかったな。ちょっとここいらで撮るか。ちょっと今さ、7歳8歳ぐらいの男の子と父親が一緒に登ってたわ。すごいよな、あんなちっちゃい子供が登ってるんだからな。まあでもブナヶ岳の時、野良犬じゃない柴犬だわ、柴犬登ってましたからね。どんな体力してんだって話ですけど、あんな年齢でこのでっかい岩を登っていくわけですからね。ちなみに僕は引きこもってましたね。すごいなんか外が嫌でね、ゲームばっかやってましたね。思いっきり喋ってるところ女の人と目が合ってしまいましたね。ああいう時ってすげえ気まずいんだよね。で GoPro つけてるからやっぱちょっと避けてたしね。小屋に着きました。ちょっと休憩していくわ。休憩していきます。いやここ危ねえな、さっきこけかけてその前に違うなさっきこけかけてそさらにその前にこけました。めっちゃ思いっきりこけた。いや山の怖いところですね。下山だから油断してましたねっていうかあれだな、なんかここら辺の地帯がすごい滑りやすいんだよね。この砂利がすごい細かいからめちゃくちゃ滑りやすい。これ多分下りストックだった方がいいですね。上りよりも帰りの方がいい、ね、あった方がいいかも。痛かった、めちゃくちゃ痛かったぞ。あれで足いっちゃったらって思うと怖いっすよねめちゃめちゃ怖いよな。まあ幸いここ人通りが多いからいいけど、用心して帰ります。顔がありますね、顔。みんな山登ってる時なんか余裕があるな、僕はもうヘロヘロです。よう体力あるわ。逆か、俺がないのか、ヘタレですね。とりあえずあともう少しだ、あともう少しで。なんかアンモニアの匂いがしてきたわ。だいぶ下まで来ましたね。この火山ガス、いやこれはね殺しに来てますわ。なんか息ができないんだよね今も。呼吸ができなくなる匂いってやばいっすね、この独特な匂い。
アンモニア臭だわ。おっ、あいて。足首ひねりました。景色良かったな。あんな景色ファイナルファンタジーでしか見たことないわ。実際あるんだな、この世界に。この肉眼でこの目で見えるんだね。あれはね、マジで RPG ですね。 RPG の世界だわ。ファイナルファンタジーとかも全然やってないけどね、そういうゲーム。みんなゲームやってますか？なんか俺ね、仕事してないくせに全然ゲームやってないんですよね。あ、なんか犬、黒柴飼ってんすけど、あのゲームでね、スマホゲームなんですけど、唯一それやってるわ。毎日毎日ね、その黒柴のワンコに餌と水、あと撫でてますね、毎日毎日。そんぐらいですね、僕がやってるゲームといえば。いやー、でもめちゃくちゃいい景色やった。あともうちょいか、戻ってきたぞ。無事戻ってきました。はあ、ここですれ違ったあの親子だったんですけど、この登山届以降出会わなかったですね。Sorry. Hey. Is it safe? Is it okay? Okay. Yeah. Yeah. Okay.大丈夫。Okay. Did you go up? Okay. Okay. 大丈夫。上に。Okay. Okay. ありがとうございます。ありがとうございます。現在地。で、ずっと行ったらこの通りに。Okay. One moment. If you talk here.この紐、うん、これがずっと張ってあるから、これに沿っていけば大丈夫です。 OK OK OK、ありがとうございます。 OK、ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずこの紐を辿っていけば大丈夫って伝えたんだけど、多分大丈夫でしょう。いろいろ看板もあるしな。いや、にしても何歳ぐらいなんだろうな。てか何人だあれ、マジでわからん。アメリカじゃねえな、多分ヨーロッパだな。さすがに顔は映さないですけど、勝手にね。まあ無事に、看板もあるし紐もあるし、無事に行けるでしょう。まあ多分大丈夫だろう。大体僕外国の人に声かけられるんだけど、エキスキューズミーから始まった場合はもうちょっとなるべく話さないようにしてますね。どっちにしたって俺は英語話せないんだから、ちょっとね、そこら辺はね、なんとか日本語を習得してほしい。さっきの外国の人ね、まあ、最後ありがとうございますって言ってたけど、まだ良かったですね。で、あとなんか翻訳アプリ、スマホでなんか翻訳アプリすぐ出してたから、ああいう対応してくれると助かりますね。いや、それあとね、目が綺麗だったな。それこそなんかエメラルドブルー、エメラルドグリーン、なんかエメラルドグリーンとブルーの中間みたいな綺麗な目してましたね。帰るか。よし。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。マスターでした。